ますミルクサッカーアカデミー井上真でございます。グッドモーニングノーミルク佐藤です。お願いしますミラクサッカーアカデミー朝でございます。今日は火曜日、ね、26日になりましたけどもね。いやーマーさん、ね、まあ、我々ね、はい、直後に撮ってるけど、うん、ちょっとやっぱ今日のマンデーライブは楽しかったですね。盛りだくさんでございました。ありがとうございます先生ね。いやありがとうございました。ジェンカジェスリーまでね、新マンデーライブ史上最長、最多枚数ですね。移籍後序列まとめ全チーム編ということでね、ぜひまた。これ実はね、中見ていただければ、はい、これは前編にしか過ぎないので、うん、後編には戦術も待ってますから、楽しみですね。無尽蔵ですね、先生。やったぜ。ナイスクレイジーということで、ね。あります、今日も最新ニュース、見ていきましょうということでございます。はい、こちら、ドン。はい、先生作ってくれましたという。ほう。はい。今日はね、まず、左側2つやってから、なんか右側の順位表的なことやって、下段に行こうと思うんですけども。はい、お願いします。はい。はい、まずちょっと海外系の話題がなんかポポンってこう来たので、これはちょっと話しておきたいな。ね、写真を見ますと。はい。はい。はい、レアルマドリード、まあ、振動ですね、はい。ノルウェー代表のミッドフィーダー、うん、ウデゴール。ウデゴール。ねえ。ね、去年はレアル、まあ、ね、もともとはね、ソシエダで大活躍でしたけども、はいはいはい、まあ、今年はね、マドリーに戻って、見たんだけど、うん、これでカップ戦には出てなかったですね、カップ戦敗れた試合ではね。実はね、はい、公式戦で、9試合ぐらいしか出てないんですよね。はい、で、400分ぐらいしか出てなくて。今シーズン？そう。はい、いわゆる、まあ、ちょっと、ジダンの信頼勝ち取れなかったかなっていう。なるほど、そういうことなんだね。ただ、それで移籍しそうな先で、アーセナルにどうやらなりそうだ。アーセナル。あら、ちょっと面白いかも。うん、で、今、アーセナルが、ちょっと今年、ちょっとね、順位的にもよろしくないってのもあるんですけど、うん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 、だったらってので、結構な若手化を去年あたりから、監督アルテタのもと進めていて、はいはい、結構、いい移籍になるんじゃねみたいな感じがあるので、うんうんうん、楽しみな感じがあったりします。やっぱりね、期待されている選手だから、どっかでメジャーシーンにお取り出てほしいですね、スタメンとして。ですね。うん、あと、ミルアカでは、去年、王者のレシピとか、はいはい、あと、いわゆる世代別なんてことを、はい、の動画なんてことを、中断期間であるときに、どんどん我々動画出したんですが、うん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 、そこでも言ったんだけど、やっぱ同じ世代でまとまってるチームって、強くなるんですよね。はいはい、ああ、なるほどね。うん。今年の海外だとやっぱミランなんかもそうだなと思うし。はいはいはい、ああ、そうか、そうか。ドンナルマ世代になってきてるってことですもんね。そうですね。なんでアーセナルの中でこうなんか台頭してても面白そうだなと思いますよね。ちょっとね。そういうことか、なるほどな。はい。はい。で、ただ、こんなことも起こっちゃうよってのがその下で。うん、びっくりしました、僕それ。知らなかったです。チェルシー、ランパード解任で、うんうん。で、僕らはちょうどこれライブ配信後のちょうどね、日付変わるぐらいのところで撮ってるから。そうですね、25日の夜とか。まだ出てないかと思うんですけど、はい、けど、うん、一応、新指揮官としては、トゥヘルさん。トゥヘルを持ってくるんじゃないかと。トゥヘルさん今、フリーだったんですか？ついこの間。はい。パリ・サンジェルマンを解任されたので。そうだったんだ、そうだったんだ。うん。あら、まあ、これは、チェルシーとしてはすぐ取り行きたい銘柄だし。そうなんですよ。トゥエルさんのことがあるからこそ今なんですかね。まあ、でもチェルシー良くないもんね、今ね。そうなんです。で、これちょっとただまあ、かわいそうだなって思うのは。全然写真に載ってるグーなことないですよね、今ね。そうなんですよ。で、ほんとね、一応ランパードじゃあなんで解任なのって言われたら、はい、まあ正直上位争いはしてないんですよ、うん、今ね、チェルシーは。そうだね、チェルシーとしては、ちょっと物足りないって言われてもしょうがないような。そう、で、じゃあ何が物足りたいのかってことをもうちょい具現化していくと、うん、はいはいはい、その一つとしては、まあ、世界がね、今結局もう約1年になりますけど、はい。もう1年だってよ、まあさ、皆さん。この未曾有の危機。いや、でもそうですよね。考えたらそう、うん、去年の今頃からその話になってましたね。そうなんですよ。うん、で、もうほぼ、この間川崎フロンターレなんかも新体制発表会で、川崎ですら赤字で終わったんですよ。え？日本でも。あ、観客とかの、あれか。そうなの？そうなの？うん、だから世界レベルで言ったら、みんな赤字なんですよ。はいはい。で、あれですもんね。お金もともと使ってるとこほど痛いもんね。大規模な時とこほど、ね。だから、全世界みんなやばい中で、うん、たまたまチェルシーだけ、うん、その前年に補強禁止処分があって、お金がべらぼうに余ってて、だから移籍市場一人勝ちだったんですよね。
お金いっぱい使えたってことだよね。そうです。唯一。はい、はい、はい、はい。で、べらぼうに使っていい選手取りまくった結果、連携を合わせられなかったってのね。はい、はい、はい。お前の要望を満たしてやったのに、なんで勝てねえんだって言われても、まあ、これはちょっとしょうがない部分がある。ラッパード監督は1年目だっけね。2年目ですね。2年目から、そう、失礼しました。そっか。なんだけど、もう一個言うと、まあ、チェルシーがいわゆるお金を持ち始めたの、アブラモビッチさんが買収して以降の前監督の中での1試合平均価値点がどうやら一番下だったみたいな、やっぱランパード監督。そうか。だそういう面も含めて、だからね、その温情的な面もあるけど、そのマネジメント的な面とデータ的な面含めて、ごめんねってことね。あとまあね、ちょうど折り返したから流れ変えるならここだっていうところなんでしょうかね。そうですね。まあ、ただ9位だからね、そんな悪いっちゃことはないんでしょうけどもね。けどやっぱね、ユナイテッドとか含めて上に離されてることもってのがあるんでしょうね。確かに、確かにね、で、そこにどうやらトゥヘルになるみたいなので。はい、はい、はい。で、今年はね、ティモ・ベルナーとか、いわゆるドイツ系の方々を何人か取ってるのもあるし、トゥヘルはやっぱドイツでもともとやってた監督ですから。そっか。はあ、そういうのも含めた上でかなーなんてことも思っちゃいますけど。なるほどね。まあやっぱビッグクラブをね、率いてきた、ね、監督にこそやっぱりね、やれるところはあると思うので、まあ後半のね、また巻き返しにもちょっと期待したいところでございます。わかりました。はい。で、今ちょっと後半なんて話もしましたが、最近よくミルワカでは、まあツイッターなんかもそうなんですけど、よく橋本健人選手と斉藤美月選手を僕追っかけてることがちょっと多くてですね。そうですね。はい。それでですね、せっかくだからと、ロシアリーグ今どうなってんの話をちょっとしたいなと思って、勝手に順位表持ってきました。これは順位表がロシアのやつなんだね、これね。そうなんです、そうなんです。で、ちょっとごめんなさい、若干なぜかずれちゃってるんで申し訳ないんですが。ちょっと上で、斜め上に見ていただいたいんだね、これ、ね。一応ね、今、西村選手が一応ね、仙台にいるけれども、まあ、本所属は一応チェスカだったので。なるほどね。あとはね、5位に橋本健人選手のロストフ。で、あと9位に三月選手のルビン火山ということで。はいはいはい。で、ロシアリーグはですね、やっぱり寒すぎるっていう理由も込み込みで、はいはいはい、今ね、お休み期間中なんですよ。あ、極寒期は避けてるんですね。そうです。なんで次が、J リーグの開幕と同じで約1ヶ月後に開幕するんで、再開するんですよ。リーグ中断してるっていうことなんですね。そういうカレンダーなんですね、常にね。そうなんです。はい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 。だから冬のキャンプ期みたいな感じなんですけど。で、それで他の、同じくね、リーグ止まってるセルビアとかいろんなチームと結構練習試合とか組んでたりするんですが。ちょっと三月的には良かったですね。馴染む期間といいますか。しかも、監督、スルツキ監督が、今三月絶賛してるんですよ。ああ、スルツキ監督ってチェスカの、本当に時代に、優しそうな監督でしょ？そうなんですよ。元ゴールキーパーね、猫助けに枝登って落ちて引退したっていうね。いつは思ってる。はい。彼がね、いつも三月絶賛してて、はあはあはあ、もう問題ないねと。むしろ、我々がやらなきゃいけないことは、彼に練習を与えることではない。休養を与えることだって。休養？もう、今もう、普通キャンプって、そのいろんな調整のために行うけど。ああ、なるほど。もうバッチリフィット。バッチリすぎると。だから、バッチリの度を超えちゃうと、やっぱり、オーバートレーニングになってしまうので。っていうのがあります。なるほど。で、そんな三月くん、最近ではね、ミルワカでも話しましたけれども、うん、まあね、英語でインタビュー受けたりとかもありましたが、はい、この間あれがあったんですよ、マーサンさん。ですか新加入の選手ということは、はあ挨拶するわけでね。そうですね。挨拶プラス。ロシアメディアの前で。歌。そうです。わ、これはいつもね、何を歌うかみたいなのが注目されますけど、本田圭佑さんもね、今回歌ったりとか、長友選手は得意でね、いろんな歌ったりとか、久保建英に関してはね、もうドラえもんなんか歌いながらね。っていうことで、三月くんもドラえもんでした。うん、ちょっと待ってください。これ聞く前にですね、これ久保選手僕嬉しかったんですけど、動画で残念だったのはね、はい、タケコプターでオチだと思われてたんですよ。そこで湧いちゃって、最後のアンアンアンを歌わずに終わってるんですよ、久保選手。あれ芸人的には僕はね、正解だと思います。あ、一番これ、さすがだなと思いました、対局感はね。いや、でもね、これすごいなと思ったのが。アンアンアンの歌歌ってるんですか？はい。そう。ただ、三月は、はいはい、これたまたまだった気がする感じもあるんですけど、はい。なんかね、身振り手振り好きだったんですよ。あら。だからなんか、ロシアっぽい感じになって、なんかロシア人が好きそうな感じというか、なんかでっかいね、ビールの樽の上でね、こう、なんかこう、そう。でしょ？片手にフォークを持ちながら、そう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 。
これ皆さんあのツイッターとかで動画上がってるんで皆さん見てください。あの歌っていうのは世界中みんな知ってるんですかね。知ってるのよ。あんなこといいなみたいのは世界中の人は知ってるんだ。知ってる。すごい。うん。これやっぱね、やっぱそういうの上手い人ほど向こうで残ってるじゃないですか。まあそうですね、やっぱり、ね。本田選手なんかもそうだし、実はあの、パンと破れるかどうか。そうそう。実はあの、上田直道選手あたりも実は得意だってのがあったりして。そうなんですね。そう。まあ、菅原幸成選手とかはね、もう見るからにわかりますけど。ね、彼はもう吉本に欲しい人材でしょうね。そうですよね。だから、で、三月くんもこれだけ英語もできるし問題ないじゃないですか。うんうんうん、すごいなっていう状態ですね。アメリカンスクール出てるもんね、三月さんはね。そうなんです。はいはいはい。まあ、ということで、まあ、順位表ですけども、まあ、一応ね、ロシアが、ロシアの中では今のところ1がゼニトだと。それをまあ、はい、チェスカが追いかけてって、スパルタク、モスクワ、まあ、ソチ、ロストフみたいな感じの順番になってますよと。ソチね、オリンピックやったらソチですか。うんそうですね。なんで、ここ、あとは、だから、ルビン火山なんかまだ注意に、いるっていう状態なので、ここをね、後半戦で、こう、どう変えられるのかなっていうのが、まあ、一つポイントには、上がってくるんだろうかなと思いますけどね。なるほどね。アーセナルトゥーラっていうところありますけど、アーセナル関係あるの？あ、関係ないと思うんですが、ここはあれですね、あの、おととしの夏でしたっけ、去年の夏でしたっけ、おととしだな。聞いたことあるよね。あれ、当時琉球所属の徳本修平選手が、ね、オファー受けたって。みたいなとこだったね。そうそうそう。ああ、そうですか。そういうのもありましたね。なるほどね。相変わらずゼニとチェスカが強いんだ。いや、強いね。うん、またね、このあの、ニュースの合間のところで、はい、こうやって各国リーグ、なんかね、あの、日本人いるところもいないところもちょっと、パラパラ紹介していこうと思います。よろしくお願いします。はい。はい。はい、うん。そしてここから国内の話していきましょう。はい。はい。左下でございます。はい。J リーグ、この間、あの、我々も、脳震盪のね、選手の交代枠追加の決定のニュースさせていただきましたが。はい、そうですね。気になる、いい、ね、ニュースでしたけど、はい。はい。これ、あの、具体策が決まりました。あら、あら、早いね。各チーム一つ特別交代枠を持つっていう形になる。あ、なるほど、なるほど。基本交代枠5枚だけど、それプラス1が脳震盪の場合はありますよと。プラス1。いうこと。あ、はい。これはあの、ね、5プラス1と。まあ、本当にどうなのか、どの辺から脳震盪と見極めるのかの線引きが難しいんじゃないかって、この間ね、お話になりましたけれども、やっぱその、怪我原因の退場の場合は、まあ一人は認めるってことですよね、要はね。そういうことですね。怪我の程度に関わらずじゃないけど、それを審判が目分量で見分けるの枠が一個あるよってことだよね。そうだ、多分だから。何回もやられると困っちゃうけどっていうことでしょ、そうですね。だ多分これ、多分医者が、いわゆる常駐はしてますけど、うん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 、それで脳震盪かもっていう判定になったところのみだと思うんですが、なるほどね、で、そういうことになったと。でも一つっていうのがあれば、まあね。あんまり変なことにならないだろうっていうことですね。うん、そういうことですね。あの、いっぱい変えたときは何人も脳震盪のふりしたらええのかいっていうことがなくなるということでね。そういうことですね。なるほど。はい。はい。これはでも、いいルールだと思います、僕は。はい。はい。そして今度は真ん中下でございます。はい。はい。これはね、ちょっと昨日我々ライブ配信の時にもちょっとお話させていただいたんですが、うん、大宮RD ジャー所属の黒川敦史選手。うん。本来は、ポーランドに移籍なんじゃないかっていうことを言われていたんですけども、はいはいはい、はい、ほぼほぼ、ね。っていうか、なんならポーランド行ってたんですよ。はい。レヒア・グダニスクっていうチームに行ってたんですけど、うん、うん、うん。残念ながら、うん、フィジカルチェックで落ちちゃったと。メディカルチェックか。残念でしたね。なんで、来年というか2021年も大宮で戦うことが決まりましたと。うん、これは、なんか、怪我してんじゃないとかっていうか、なんか、フルで戦えない要素がなんかあるんじゃないみたいなことがあったかもしれないってことですかね。そういうことですね。だから、大宮側としてもちょっと驚きだったかもしれませんし。うんうん、なんか、いろいろあったんですかね。向こうのグダニスク側としてもちょっと違いだったんじゃないかっていう。まあ、ね、チームによってもまた違ったりもするんでしょうしね。そうなんですよ。なるほど。あとは、なんか多分なんですけど、はい、黒川選手以前にあの、前十字やっちゃってるのがあって、だそれのなんかかもしれないですよね。まあもちろんね、取るときにそれは知らないわけないんでしょうけども、その程度の話でしょうね、そうですね。まあなんで、またね、次のチャンスあると思いますが、それに向けて頑張ってもらいたいですね。まず、でも、大宮のサポーターはね、嬉しいでしょうから、大宮で、まあ、見せていただきたい。
ね。そうですね。あと、ちなみに言ったら、はい、ちょうど同じ1月25日には、はいはい、FC 東京の、うん、新体制発表会的なものもあったんですけど、はいはいはい、はい。いや、その時には、うん、やっぱり同じく今、ポーランドへの移籍を目指している、うん、原太一選手の名前がなかったんですよ。あ、FC東京の新体制になかったってことだね。そうなんですよ。ああ、ということはっていうことだね。一応は、はい、大金社長の方も東京のね、うん、ただ難しいのがね、海外移籍も含めて調整中って言い方してるんで、持ってなんだって思いましたけど。はあ、国内もってことだ。だからもしかしたら、そのポーランドのそのグルニクザブジェっていうチームに行くことが一応前提だけど、それが叶わなかったら、もしかしたら、結局 J1 でこの東京にいても、ライバルいっぱいいて、スタメンが勝ち取れるか分かんないから他のチームに行くってことはあるかもしれない。東京は 100% ないってことなの？まあ、残りはするだろうけどでしょうね。レンタルの可能性もあるかもしれないし、ね、まだわかんないですけど。あらまあ、そこもちょっと気になるところですね。また続報待ちましょう。はい、待ちましょう、うん。っていうのと言ってたら、こんなことが今起こってるよというのが右下です。うん、びっくりしたな、びっくりこいたな、これ知らなかった。はい、浦和レッズディフェンダー橋岡大輝、はい、今季シントトロイデンの日本人5人目としてのどうやら加入になりそうだと。うんうん、はい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 。まだ一応、正式な発表にはなってないんですが、うん、いわゆる日本で言うと、共同通信レベルでも報じたので、ほぼ確定と思ってもらっていいでしょう。なるほどね。うん、はいはいはい。これは、まあ、びっくりしたし、ね、ショックなところもあるし、まだまだ見たかったなっていうのはあるんですけど、まあ、行き先がね、お母さんみたいな気持ち、シントトロイデンさんだったら、ね、知ってるから。安心かなっていうところもあるし、ね、ただ出してくれないか困りますよっていうのありますよ、成長期ですから今。でも、なんか、やっぱりすごいよなって、なんか改めて感じるのが、はいはいはい。いわゆるシントトロイデンさんで、こう、世界にこう、うん、羽ばたいてった選手とかたくさんいますけど、例えば逆にね、関根選手とか小池選手が帰ってきちゃったとかあるけど、はい、例えば、シントトロイデン卒で、富安、ね、遠藤航、鎌田大地という3人は。確かにそうか。シントトロイデン間違いない結果残して、自信持って他のチーム行けたってのがあるから。そっかそっか。だシントトロイデンの競争にちゃんと勝ち抜けば、いけるんですよ。道は開けるし、そっか。これ、はい、皆さんに一個、うん、これ、まあ、ほとんど出てない情報、日本でほとんど出てない情報、今から。何ですか何ですか何ですか、はい。朝から何ですか先生、はい。今、うん、松原孝、はいはいはい、シントトロイデン選手に、はい、左サイドバックの、その競争で、勝って、鈴木優真選手なんかともいい連携高めている、カカーチェという選手がいるんですよ。シントトロイデンにね、カカーチェ。はいはい。シントトロイデンに、今、ちょっとしたオファーっぽいのが届いてるみたいです。カカーチェ宛てに。ああ、ステップアップの、もちろん。どこからそのオファーが届いているかと。先生のニヤニヤからすると、これビッグクラブですね。メガです。ああ、ユベントスかレアルかバルサですね、これ。まさ、すごいね。ええ。ユベントスです。わあ、そうなんですね、カカーチ。そう。はあ、はあ、はあ。だから、はあ、やっぱシントトロイデンでも、だから、ちゃんと、一つのチームの中で、レベル高く、競争に勝ってて、いい成績残してるよって選手のもとには、夢ある話や、はい。そういう話は届くんです、ちゃんと。うんうんうん、なるほどね。富安とかは、ちゃんとそういうステップアップ積みたいからっていうので、ボローニャ行ったけど、ほら、もうね、リバプールやなんかミランとかも話もあったし、そうだね、結局はね、ユーマとかもこれから来ると思うし。そうか。しかもこの環境面でね、見えないものがないわけだからね、シントトロイデンは先人がいるわけだから。そうなんですよ。はい。だから、橋岡もちゃんと行って、そこで結果残したら、起こる可能性は低くないので。これはなるほどですな。うん。はあ、はあははあ。そう、向こうでもちゃんと競争はあるからね。そこにちゃんと勝つことが前提ではありますけども。はい。シントトロイデンって言ってほしいね。うまいんだよね、あれ言うのね。スベロノーズ。そうですね。なんでね、彼がどういうことになるかまだ分からない部分は、もちろん多々ありますが。頼もしいね。出ていくのね、うん。うん。楽しみにしましょう。わかりました。ということで今日もね、ニュースいただきましてありがとうございました。ミルクサッカーアカデミー毎朝やっております。毎日やっておりますね。はい。はい。3本毎朝のニュースも楽しみにということでございます。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンぜひしていただけると嬉しいすでございますのでね。嬉しいす。お願いします。お願いします。今日もお昼12時夜6時。
ね。はい。そして明日も3回出ますのでね、ぜひ、見てあげてください。皆さんお願いします。ありがとうございました。またね。どうも、のびる佐藤でした。佐藤でした。